小鉄8000系電車は、1990年から製造された相模鉄道の通勤系電車。本校で個別の編成を示す場合は、相模鉄道での公式表記に基づき、横浜型戦闘車の車号編成量数と記す。1960年代から1970年代にかけて製造された6000系電車の置き換えを目的に開発された車両である。 開発コンセプトは21世紀になっても通用する車両ということで内外装ともに従来の車両とは大きく変化したが直角、カルダン駆動方式、外から見えるディスクブレーキなどの特徴は従来の新規製造車と同様相鉄の特徴を残している。発注先は従来の新造車と同じく日立製作所である。 最初の編成は1990年12月に営業運転を開始し、以後1999年までに重量編成13本が登場し、6000系を順次置き換えた。1993年の9000系登場後も、並行して本系列の増備が進められたことが特筆される。この節では主に製造当初の状態を示す。 旧塗装の頃の8000系車体の材質は、軽量性に優れるアルミニウム合金製で、20メートル級4度アシャで、2930ミ、mm、リメートル幅の拡幅車体とした。また、全編成が重量貫通編成で導入され、幅広の車体とともに、乗客の増加に対応できるように配慮されている。車体側面の表示についても従来は、急行や、 確定といった列車種別の表示だけであったのに対し、本系列は相鉄で初めて行き先の駅名を表示した。これらの機器が字幕の車両では急行、横浜というような別々の表示器で表示されるが、LED 表示の編成は一つの表示器でまとめて表示される。屋根上には登場当初から集中式冷房装置を搭載しているが、 従来搭載していたベンチレーターは、本系列以降は搭載されていない。ダイナミックで、シャープな近代的イメージをコンセプトにしている。前面は、従来の切り妻型のデザインを一新して、区の字型となり、曲線を多用し、左右非対称の立体感のあるデザインを採用し、従来車両のイメージとは一変している。ライト類の配置も一新され、全照灯は、 車体中央下部に微灯は車体上部に設置された。車体と一体感のある白色の配色器の採用などは後の急線形にも影響を与えている。配色としては前面はオフブラックでシンプルにまとめ、警戒色の赤を左右非対称に配することでアクセントとした。周囲はスカートを含め白とすることで一体感を演出している。 側面は、地の色を生かしたクリア塗装が施されており、赤、白の帯を車体下部に配色し、スピード感を表現し、また戦闘部側面で、縦体に変化させることで、新しさと力強さを表現している。なお、工術の塗装変更やリニューアルにより、デザインに大きな変更が加えられている。蛍光灯の数が多いこと。 白色の化粧板を多用していることにより、車内は従来車両よりもかなり明るく設計段階で走る応接室をコンセプトに目指したとも言われている。化粧板は従来は金属向き出しであった客室扉内側や連結面の貫通扉など細かい部分にも使われており統一感を出したものとなっている。新7000系と同様、 床には駆動装置点検外が設けられている。座席はロングシートを基本とするが、新7000系で試験的に採用されたセミクロスシートが本格的に採用されており、各編成の5号車と8号車に組み込まれている。新7000系のものよりもシートピッチが 50mm 広げられている。編成内でのセミクロスシート車の位置は、 新7000系最終増備編成と変わらず、同じ設備を持つ9000系も同じである。7人掛けのロングシートは、オレンジ色を基調とし、3プラス1プラス3人分に色分けされて、着席区分を明確化している。また、従来の車両同様、側窓は、加工式1枚で、電気指令油圧式自動窓を採用し、設置されている、吊り革の多さなど、 相鉄独自の関わりも健在である。自動窓は、乗務員室からの操作で、すべての窓を一斉に昇降することが可能である。客用案内設備として、LED により、文字を表示するタイプの案内装置が設置され、行き先や次の停車駅の他文字広告の表示も可能。爪引き度はもは8 1 0 k の海老名砲のみに、設置されている。なお、 後述の改造により大きな変更が加えられている。制御装置は日立製で PWM 方式の GTO-VVVF インバータを採用した。これらは新7000系と同様だが本系列では 4500V3600A の大容量素子を使用することで 1C8M 制御となっている。回生ブレーキを備える。形式は VFHR128。工術の機器更新により、5次社以降は、日立製ビフィ HR2820T へ改装された。補助電源装置は、4次社までは1 4 9馬のサイリスタ式、ブラシレス電動発電機をモハ8200型に搭載し、編成で3台となっていたが、6次社からは170馬の静止系インバータを、 サハパス1600型に搭載し、編成で2台となっている。5次車に関しては、当初は BLMG と SIV の双方を搭載、後に6次車以降の仕様に揃えられた。詳細は後述。終電装置は、菱形パンタグラフの PT1600B で、モハ8100型と、モハ 8200K のエビナー型に搭載する。台車は、 ロールゴム式空気バネ台車で新 7000KVVVF 車の実績を踏襲している。電動台車が KH132 バイト、付随台車が KH135A となる。基礎ブレーキ装置はディスクブレーキで踏みずら清掃、増粘着装置を全軸に取り付けた。駆動方式は従来車と同じ直角カルダン駆動方式である。ブレーキ方式は 相鉄の車両で初めて電気指令式ブレーキを採用した。非常時に在来の電磁直通ブレーキ採用車両と連結可能になるようにブレーキ読み替え装置を各先頭車に搭載する。起動加速度時速3 0トル S、最高速度は時速1 1 0トルと大手施設の通勤型電車としては標準の性能を有する。余談だが、 本系列の導入直前の1990年5月から、相模鉄道は順、大手私鉄から大手私鉄に格上げされた。更新車の運転台運転台は、マスターコントローラーとブレーキハンドルを有する、ツーハンドルと呼ばれるものである。また、相鉄の車両として、初めて車両情報処理装置が設置された。当初は相鉄型 ATS、列車選別装置。 デッドマン装置、列車無線として、誘導無線が搭載されていた。工術の改造により、現在は、ATS と、列車無線がそれぞれ ATSP と、空間端式デジタル無線へそれぞれ変更、また EB 装置とタスク装置が追設されている。8780のみ、4号車に、SIV 搭載パンタグラフや表示器などに、違いが認められる。一時車、 二次車、三次車、四次車、五次車試験的な要素を多く持つ六次車。七次車、八次車、九次車、十次車当初は八千七百十二、十で製造を終える予定であったが、三千位系が、相模大塚駅構内脱線事故により、廃車となり、代替車として八千七百十三十が、製造された。旧塗装時代の八千七百十十フルカラー、LED 式識種別。 行き先表示器に交換された、旧塗装8720グループカラー、新塗装編成同時期に製造され、同等の設備を持つ旧線形系と共通する点も多い。多数の改造が実施されており、他の改造と同時に施行したものもある。2007年から2014年にかけて、総鉄グループの新 CI 導入に合わせて、グループカラーへの変更が実施された。 白色をベースに、総鉄ブルーと総鉄オレンジのラインを配したデザインで、塗り分けは1万件を基本としている。これにより、本系列の特徴であった左右非対称のデザインは目立たないものとなった。本系列では、側引き戸がステンレス無地となっている。車両番号表記は9 0 0 0系9 7 1 0以降と同様に、ステッカー式となった。 編成ごとの試行日は以下の通り。8790までの編成を対象に2008年から2012年にかけて実施された。編成ごとの試行日は以下の通り。主な内容は以下の通り。神奈川東部方面線計画が進んでいることにより、2008年に JR 型列車無線 ATSPEB 装置の設置が行われた。また同時に、 簡易モニタ装置の取り付け準備も行われている。ATSP は2014年3月30日、JR 型列車無線は2015年10月3日より使用開始された。2016年から2019年にかけて SIV 編成を対象に重要機器の更新工事が実施された。主制御機は日立製のイグブと VVVF へ SIV を 東洋電気製 SVH260RG4076A それぞれ改装した。編成ごとの試行日は以下の通り。車体、機器類車内設備装鉄本線を走行する8000、のワイン部リニューアル車2020年から9000系に続き、デザインブランドアッププロジェクトに基づく内外装のリニューアルが実施された。装鉄では、 2025年度までに8708、10以降の編成を順次、横浜ネイビーブルー塗装に変更する予定としている。現時点で8790のみに実施されており、以下の改造が実施されている。なお前述の通り同編成はすでに多くの改造が実施されており、他編成への試行時にはそれに準じた変更も加えられるものと思われる。 9 0 0 0系に準じるものが多い。9 0 0 0系と異なり、床材や化粧板、照明器具、自動窓ボタンの交換、LCD の設置といった大規模な変更は実施されていない。車内の広告枠を貸し切る広告貸し切り列車は本系列でも運転されている。また、車体装飾も行われているものの1万系に比べるとその数は少ない。 自社線内容の多系列の重量編成と共通運用で特急、通勤特急、急行・通勤急行・快速、確定、回送のすべての種別、路線に使用される。また、都合によっては8両編成の運用や相鉄新横浜線での営業運転を代送する。2020年度2021年度。ありがとうございます。